読売新聞、石橋竹春を逮捕、覚醒剤で、本日、警視庁が、覚醒剤を使用したとして、読売新聞の石橋竹春容疑者を逮捕したことが明らかになりました。この石橋容疑者は、昨日の午後4時半ごろ、新宿歌舞伎町の路上にて、 挙動不審な行動をとっており、警察官が職務質問を行い、所持品を調べたところ、注射器などが見つかり、尿検査で覚醒剤の陽性反応が出ております。こういった薬物汚染、マスコミにも拡大していることが確認されてしまいましたので、 マスコミの皆様、記者の皆様、自主的に尿検査などで薬物を使用していないかどうか、すべての記者を検査していただき、このような薬物汚染がこれ以上拡大しないように対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。